こちら EDL 本部、巨大生物が海岸に上陸した。奴を市街地に入れるわけにはいかず、総員攻撃開始。何としても水際で食い止めろ。のマザーシップに関するニュースが入りました。現在マザーシップは太平洋上に移動したようです。人類が巨大生物によって滅ぼされるのをインベーダーはただひたすら待っているように思われます。 EDF はマザーシップ攻撃のため各国に対して連合空軍の組織を呼びかけているとのことです。